ね、濃いめなんかな、わかんないけど大人っぽくなった今日。私もなんでだろうと思っていつもよりね、なんでだろうと思って。いやそんなにあれなのかもしれない、変わってないのかも。いや、こんばんは。うん、自分でね、今日なんか大人っぽいんよでもなんでかわからなくて、私もなんでだと思ってそう、アイメイクね、なんかちょっと大人っぽくなっちゃった。今日意識したわけじゃないんだけどね、たまたまそうなってしまったんよね。そう、ミョンって配信ではしてない。そう、あれ昨日の夜ふざけてただけで、サイドポニー可愛かった。本当にもう今日ね、本当にねあのね、汗だったんよ。アイドルさんのステージを見てたんですけど、そしたら時間がなくてあはははって急いだ、めっちゃやばいと思って、もうなんか完全にこうしてお客さんとしていた、そこに私も。だからもう忘れちゃってて、自分の髪型をやることを、あーってなって、そう、そう、私ノイミーさんを今日見させていただいたんですけど、ニアジョイさんがすごい、もう見たかったんやけど、あのノイミーさんとニアジョイさん両方見たかったんですけど、メイクが間に合わなくて、ニアジョイさんは見れなくて、ノイミーさんは見れました。すごい可愛くてね、見とれてたら自分の髪やるの忘れてて、あーごめんなさいってなって、もうわーって、そうまたニアジョイさんのも見れたらいいな。え、そう、ミルナに見れたよ、めっちゃ嬉しかった。もう全部の曲もちろん知ってるから、うわーってなるよね見れた。そう、次はミヤジョイさんも見たいって思ってます。今日もライブ楽しく、よかった。チーカーとスパイファミリー、あ、そうだよね、ハッピーセットゲットしたい。ニャジョイさん楽しかった。ニャジョイさんはレノンさんが好きなんです。でもすごい好きで、ナミさんめっちゃ盛り上がっとったね、すごかったです。ももちゃんバージョン、はじめましてももてんって言います、へへへ、名前呼んでください。レノさん、さっきそう配信しててちょっと覗いてましたちょっと覗いちゃってたよ。今日は一瞬だった。そう、本当に
一瞬だった。もう楽しかった。その一瞬でもこうなんだろう、可愛いなって思ってくれてたら嬉しいなって思いながら、下手多めで、あ、そうなんよ、今日下手が多くて、曲数も何曲かだったから、そうだけど、今日短かった、ありがとう。曲紹介 MC もね、そう、曲紹介忘れたらどうしようと思って、ずっと頭の中で、あ、次は桃香のセリフだって頭の中でずっと唱えてた。忘れてたらダメよって思って、自分がね、忘れちゃいかん忘れちゃいかんって思いながら、フフフ、個人クラブ見てありがとう。長いなんだね、長屋ではなかったね。もちゃめちゃうどん、もかでもめっちゃね、 MC 喋るとき緊張しちゃうの。今日いっぱいカメラ見つけてたんだけど、映ってたかな。ツアーの MC とか言ってた、ありがとう、嬉しい。ツアーの時はもう温かい ST のファンの方が みんなももたちを好きで来てくれてるから、その安心して話してる。そう、今日はももたちのファンじゃない方もいるから緊張してた。お腹が可愛くて本当に良かった。ちょっと暗いかなと思ったんだけど、そう、他のグループの花形もいるから、いつもだったらみんな私が MC を間違えてしまってもへーへーへーって見てくれるけど、いや今日はダメだ、今日はちゃんと間違えんようにと思って、ペンライトうちもね見た、配信カメラバッチリだった、やったね、見つけてたんだ。ポン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 、しゃ、えへへのね、ありがとう、ほんと見えたよ、ピンクとえめぐりのペンライトたちも、ありがとう。カメラ探すの上手。なんかモモカも思ったんよ、なんかこうやっぱりさ、相当近くないとさ、こう直で見る顔ってあんまり見えないじゃん。顔とかをはっきり見るやったらモニターの方を見るじゃん、距離的に。だからモニターで映る、なんだろう、そう、表情がこうね、どこに座ってる人たちにも伝わるので、そう、広かったってから、今日特に。で、私も結構ノイミーさんを見てる時にモニターを見てたんよ。そのままもう見てたんだけど、のモニターも見てたので、そう、カメラも
映れたら映れたらいいなと思って見てました。まあ、いつもねカメラを探すのが楽しいので、やなんかこうそれを楽しんでるっていうのもあるんだけど、大きな会場ある。そう、表情もまあ届けたいじゃん、まあ、ダンスとかそういうのも全部届けたいけど、表情とかも私は結構表情がね一番こう頑張りたいと思ってるとこだから。花道レッスン、うん、花道の時も見とったよ。にゃん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 、超大人っぽい。多分ねメイクなんかね下の方にね、下の方を濃いめにしたからね大人っぽいんやけど、なんでだろう。本当に周りを見て、そう、ももね、もちゃん見てるとどんどん好きになって、いいじゃん、もう好きになって。あのね、例えばね音楽会とかね運動会とかね、いっぱい人がいても一瞬で親を見つけれるんですよ、あって。だからね、あのみんなのこともねなるべく見つけてたらいいなと思って見つけてるし、カメラもこう録音して映ろうと思って、そう、見つからんやろって思ってて見つか、そう、見てるからね。サイドポニーとの相性ね、可愛いよねこの新衣装。髪下ろすのも可愛いけど、やっぱ結んでも可愛いなって思った。でも今日ね本当に髪型決めてなくて、あの下ろそうとしたんですよ。けどあのもう本当にももがあのアイドルさんに夢中になりすぎて本当に時間がなくなってしまって、あのもう早くできる髪型でって言って、あのこの一つぐくりとか早く終わりますかって聞いたら、うん、これは早めに終わるかもって言われたからこうなったんですけど、なったんですけど、よかったです、ごめんなさい、ごめんなさい。自分で、あ、自分では決めたんやけど、早くこう一つ結びだったら早く終わるかなっていう。でもみんなには喜んでもらえてよかった。かいもちゃん見えてよかった、ありがとう。サイドポニー可愛かった、よかったです。ありがとう。クニャジョがね、クワハイケあんまりやらんかったからよかったかも、ちょうどてかオーライ、いえ、またするね、にゃん。これはちょっと違うな。これなんかもう掴まれてるみたいな。サイドポニーも高めあるある、高めにしようかと思ったんだけどもう時間がなかった。お姉さん
今日お姉さん感がある。そう、一瞬のスリルちょっと珍しくて、ちょっと掴んでみて、こらこらレディの髪を掴むなんて。メールのメモは面白かったでしょ。ね、今日さ、こう新幹線で移動しながらファンクラブに載せれる動画とかってあるんかなと思って漁ってたんですよ、過去の動画から全部。そう、それで見てたら意外と動画撮ってて、こうツイッターには上げてないけど、なんかね動画が結構あるんよ昔から。それ載せれそうなのいっぱいあったので、始まったら載せます結構結構あれよ、あのプライベートももさんとか、友達と遊んでる時のももかさんとか、ちょっと友達の声が入っちゃうから声は消しちゃうかもしれないんですけど、なんかねあった、ちょくちょくあったんで、そういうのとか、めっちゃトランポリン飛んでる私もいたしいろいろあったので、なんかツイッターには載せれんけど、あのみんなには見てほしいみたいな動画はいっぱいあげようと思ってます。ちょっとめっちゃふざけ始めたらごめんなさい そう、こんばんこんばんはあとね、あのサーヤンのあのインスタの動画を私よく撮るんよね、あの リールっていうのかな、でついでに私も撮ってもらうんよたまに。あ、私も撮ってって言ってもそれ撮ったまま載せないから、意外とそういう動画もあって、だからサーヤンに撮ってもらった動画とかもあるんですよ。だからそういうの載せていきますね。もったいないそれそれはなんで撮っとるんって感じで、撮って終わるっていうのがあって、私はインスタやってないから載せる場所がないので、こうファンクラブとかに載せていきたいなって今日思いながら写真とか動画漁ってました。そう、でもねめっちゃね、あのねガチャガチャしとるももがおって、めっちゃね土佐弁を使ってる私がいたんやけど、友達の声がめっちゃ入っとって、そうそう、それを勝手に載せるのはちょっとあの申し訳ないから、お友達に。でもねなんかめっちゃね土佐弁使ってる私の動画とかあった。おとなしならいけるんだけど、なんかねガチャガチャしとって、あのちいかわのシーサーがママに似とるっていつも言っとるやんか。だからガチャガチャしたらシーサーが出て、そのママに日中期嬉しいって言った日中って日中よってめっちゃ言っとる動画がね今日あったん。日中って、そう日中似てるっていうのを日中ねって言うんですけど、そうそれのしたいなと思ったけど、友達の声がバリバリ入ってたそう最近の動画、そう最近かな、あれどうだったかな、ちょっと前か、にちゅ違う、似てるに似てるのににひらがなでちゅうです結構もうなっぱ、あーアップで写っとったん、嬉しい。
腹鳴ったみちさん日中だよ、ボケてんのでも日中って言われても通じるんかな、どうなんだろう。サイドポニーの写真ね、またわかる、なんとなくわかる。夜ご飯はなんかあのなんだっけ、あの今日アットジャムでもらったお弁当みたいなの食べました。なんとなくわかる。そっかそっか。あ、龍馬さん好きなのでもわかる。確かに。シチューもいい、うん。宿題シチュー。シチューよ。明日の準備シチュー。シチューよって言います。そうだね、朝ドラの影響でちょっと目広がってるよね。どんなお弁当、なんかね、豚丼なんで、あれはお肉が、お肉が乗っとって、野菜とか乗っちゃって人ね、かわいいシチュー作る準備、シチュー作っ、確かに準備し、あとジャムでチョコフォンデュ食べました。スチュー、スチュー好き焼きって土佐弁良すぎる、嬉しい。なんか土佐弁ってあんまり好評じゃないと思って生きてきたんですけど、広島来てから結構好評で、あ、土佐弁って好評なんやみたいな思いましたね。本当に高知におるときはみんななんか土佐弁がすごい可愛いっていうイメージがなかったから、なんかみんな結構みんなで博多弁可愛いねとか言ってたんですよね。みんなでね、高知のみんなで。そう、広島も可愛いけどな、私からしたら。なんかジャケとか言い方かわいいなと思うけど、一番使う土佐弁はね、なんとか、うん、今日家帰って準備せないかんき、いや、やきじゃない、きはでも使うんですよ。なんだろう、何が、でも中が一番使うのかな、やきと中が使うかな、一番私は。もっちゅうとかね、水筒もっちゅうとか、ちゅうだ、ちゅう、姉ちゃんよく、なになになに、ろね、ろってなんだ、なんだ、あて、ろ、あ、何々やろってこと、そういうことかね。あの、方言が無の地域で育ったの、羨ましく、あ、そうそう、そっか、広島弁で喋ると怒られて、それが高知もなんですよ。なんかがって使うから、何しゅうがって聞いたら怒っとるからって言われちゃうから言わないんですけど、私が広島来て広島弁を聞いても別に怒っとるとかは全然思わなくて、逆に可愛い感じがしました。なんか清水さなちゃんとかは何々じゃけーっていうのは可愛いなと思って、言い方にもよるのかもしれないけどね。
なんか猫ちゃんよくが、あ、そういうことや。もう何しゆうがって言うんかな、多分。もう何しゆうがって、もう私もでも今でもそれは使いますね。土佐弁で好きはすき焼きなんですけど、そう、食べ、かわいい、食べ、まあそうね、方言ね、前よりは出とるんかね。でも今度高知行くからあの仕事で、やばい、まだ告知してもらってない、思い出した、押してって言ったのに。公式でも、公式でも宣伝してって言ったけど、まだまだ知ってもらってないな、ふわーん。あの高知で、高知の、え、台風やばいん、泣いちゃうよそんな。本当に何年ぶりでの高知でしょうか。あ、イモースぶりの高知。イモステレビもの時も一瞬で帰ったからな、そんな高知を感じれなかったんですけど、川で感じたけど。そうなんですよ。でも20分なので皆さんにはなかなか来てほしいとは言えないんですけど、ぜひ近い方待ってます、近い方待ってます。待ち受けね。会場が御免の近く、そうですね、南国っていうところの御免の、そうで近くで、南国のサニー、サニーアクシスか、サニーマート、私めっちゃ行ってたんですよね、そこの。いつもねママと行ってたんですよ、車で。日村さんが下とか行ってた、そうなんだ。待ち寄る気ね。でも本当にね、こう1時間とか2時間のイベントだったらみんなに来てほしいって言えるんですけど、なかなかね、ちょっと20分ではなかなか言えない、言えないから、こうめっちゃその時暇だぜとか近いぜみたいな。あ、そう、ストップオルオレ詐欺のやつなんですよ。本当に1時から1時20分のお昼で、しかも平日という9月の5日なんですけど、そう、公式さんにあげてほしいってこう言ってるので、もうちょっとで上がると思われるんですけど、お店にはもうポスターが貼られているみたいなんですよ。私も逆にそのポスターで、私って1時からなんだってそれで知ったぐらいだから、まだあんまり詳しく知らなくて。にゃん、そうなのよ。ね、岡が瀬戸内出身だったらもうちょっとあれなんだけど、高知ってちょっと遠いんですよね、多分皆さん。四国の中でも一番下なので、告知また LINE しときますね、マネージャーさんに、お願いしますって。イベントの中だと思う、その施設の中、9月の2日、あ、9月の5日です。
いや全然大丈夫だよ本当に。それはどういけど暇だから、あプチ旅行みたい。ぜひそのもしめっちゃ暇でっていう感じやったら、こうぜひこう高知の旅行に行くついでにおまけとしてももかちゃん見に行こうかなぐらいにみたいな感じで、そうもう私はおまけで、もうぜひ高知のいっぱいいいところを暇やったらね本当それぐらいで大丈夫なので、これはもうみんなに来てってこう言えるものじゃ、ものっていうか20分は申し訳ないのでこうおまけとしてもしよかったらっていうもっとね1時間とか2時間みんなに会えたらいいんだけど、そう台風どこにいるの今、あまだできてないの、全然知らないよそのイベントページ。それがねイベントページはなくて、なんかポスターが貼られとったらしいんよね。私もしかも私エゴサして気づいたぐらいだから、自分も本当に教えてもらってなくてそうそう、そのポスター X に、そうなんですよ、なんかマネージャーさんも知らんって言って、まだなんか詳細わからんって言っとったけん、あれそうでポスターあるよなと思って、そうで高知で仕事があるってことは知ってたんだけど、何の仕事とか時間とか場所とかはそのポスターでしたフフフフ、時間が短くてもいいの、ありがとう。まだ教えられなんかね、教えられないというかどうなんだろうね。だってポスターにはさもう書いてるんよ、ももが来るってことも書いてるし時間も書いてるから、別に秘密ってわけではないと思うよね、もう書いてるしみたいな。でもそうやけまたお頼みする。ファンの方が勝手に違う違う違う私のでもこう思い出の場所というか、ちっちゃい頃から行ったことあるし、なんかそこのゲームセンターとかなんかいろいろ島村とかいろいろなんかいとことかと昔行ったりとかしていた場所なので、すごいなんか自分の中でも思い出深い場所やけん嬉しいですね。ショッピングモールみたい、そうなんです、そうゲームセンターとかご飯食べるとことかこういろいろお店がある場所ですね。ちょっと待って、そこのお店の正式名称ちょっと見てくだもうか、ちょっと待っててね。ただいま。あとたサニーアクシス南国店さんなんですけど、ただいま。画面金魚流してありがとう。警察署なんかわかんないけど、止めるの分かった。サニーアクシス南国店さん、ぜひ高知の方とか知り合いが確認したらネットでは告知しないって言われたって、そうなん？そんなことあるの？やばい、言っちゃダメなんか。いやいいよね、だってもうポスターは貼られてる。
ね、こっちはまあそんな多分来るの難しいと思うからありがとう、確認してくれたんだね。そうだね、配信はとか大丈夫だと思われます。みんなもなかなか来るのは本当に難しいし、自分もあの申し訳ないので、なかなか遠くから来ていただくのは。ポスター貼られてる時点で秘密ではない。そうそう、秘密ではないよ。そう、X X で言っちゃう。もう違う、ありがとう。おっきいお店、うん、でもいろいろスーパー以外にいろんなお店があるところですね。そこの国道からちょっと入って、そう、そこ、告知しないよ。そう、多分そのサニアクシさんが告知はしないよってだけど、多分モモが言うのは多分大丈夫だと思う。ショッピングセンター、そう、ショッピングセンター、うん、そうだね、大々的に行ったやつではないっていう。食べるとこある、そこのね、そう、そこのなんか食べるとこのお店が何個かあったりする。アイスもあるよ。分かんない、今変わっちゃってたら分かんないんだけど、もうか前の昔の記憶のまま話してるから間違ったらごめんよ。お話はね、まあその通ってる時とかに話せるかもしれないけど、そうね、だから本当にいつ頃の情報、いつ頃の情報やろうか。めっちゃ前やな多分。あれ、いつの話やろこの記憶は。私5年前とか、そんなに子供でもない。でもね、イオンとかね、すんごい変わってるから、モーカがここ広島に来てすごいイオンの姿が変わったんよ。だからそんな感じでもしかしたら変わってるかもしれん。そう、もうね、イオン、昔のね、イオンじゃないのよ。なんか、うん？みたいな、ここどこだ？っていうぐらい変わってて。あたしも楽しかったよ。ありがとう。島村あった？そこの島村めっちゃ行ってたよね、もうか。実家やる、え、でもなんかお友達に会えたらいいなって思ってます。そんな変わってないんか。その時はゆっくりできる時間、どうなんだろう、あったらね、いいんだけど。ねみこちゃんどうだろうね、バイトかな。たまたまさ、そこでイベントやっとってさ、知っとる人とかおったら、あ、あ、ってなる、あ、あ、こんにちはって
まだわかんないけど、会えたらお友達と会いたいです。うん、こまこま、ねむこちゃんそこでは、そのねむこちゃんそこではないんよ。のむさん、花火ありがとう。まぼろしさん、ライフありがとう。ねこちゃ監督、ねこじた監督さん、花火ありがとう。たかきさん、花火ありがとう。ちりぼうさん、花火ありがとう。ゆうさん、とうとうありがとう。たちゃん、花火ありがとう。まぴょのぴーさん、花火ありがとう。うしとさん、花火ありがとう。ゆうさん、お疲れありがとう。たざん、花火ありがとう。まこいさん、花火ありがとう。れいちゃん、花火ありがとう。こいつカップ、こいしてカップさん、花火ありがとう。めっちゃ噛んじゃう。せもしさん、花火ありがとう。さかなおさん、花火ありがとう。ほじさん、花火ありがとう。たかさん、花火ありがとう。くだかさん、花火ありがとう。たっちゃん、花火ありがとう。ゼロさん、花火ありがとう。こじこじさん、花火ありがとう。プラザ48さん、花火ありがとう。トマトモさん、花火ありがとう。エイトさん、花火ありがとう。たかしさん、花火ありがとう。ももちんからのオレオレ詐欺なら騙されても、やめて、もうかストップ特殊詐欺ってやってるのに、もうかがもう、とか、騙す方になったらダメじゃん。みんなも気をつけてくださいね、特殊詐欺には。ダメですよって言ってる側の人がさ、東京ツアーね、東京ツアー近いよね。じゃあ練習するよ、ちゃんとちゃんと。ちゃんとみんな騙されないでね。もし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 からプルル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 ル、もしもし。あのね、お兄ちゃん、あのね、もうかね、あ、もうかねって言っちゃった。あのね、お小遣いがないからね、お小遣い欲しいんだ。お小遣い欲しいんだ。もうね、牛タンのね、牛タン100枚分ぐらいね、買えるぐらいのお小遣いが欲しいんだ。騙されちゃダメじゃん。騙されちゃダメじゃん。分かったじゃない。家恨んで。ちょっと、募金のお願い。確かにモーカと、特殊詐欺っていうよりはなんかお願いちょうだいって言ってるだけの人やな。難しかった練習。みんなダメですよ、そんな電話かかってきても。ちゃんと払いませんって言わんと。ち
ちょっと私の今の練習はなんか下手くそやったかもしれん。そう、おねだりになってしまった私。ちゃんと気をつけましょう。モーカ以外の人が、確かにモーカ以外の人がモーカをこうのふりしたら確かにそれはそうだけど。妹がいなくなるわ、怖いか。ダメですよ皆さん、ちゃんと断らないと。ほんと妬みが俺、もうが言ったらもう絶対なんかもうおねだりになってしまうわ。逆にさ、もうかもさ、なんだろう、まだそういうことがないからわかんないけど、自分もこう気をつけんと結構素直に「はい!」って言っちゃいそうだから、自分って。私も気をつけます。みんなで気をつけましょう。ストップ特殊先。変なメールないか落ちてない。おねだり断ってん。あの、もうからのおねだりは、どうすればもーちゃん本人、確かにね、ここ頼まるいいじゃん、沼っても。コーチ来てっておねだりにはついてきた。ありがとう、おねだりメール。前よりでも言うようになって、来てねとか。南国中国中国って、いやだって申し訳ないもん、20分なのは。1時間だったら来てって言ってた。来てよって。30分はちょっと来て。でもめっちゃ久しぶりのさ、一人仕事だからさ、ちょっと不安ではある。大丈夫かな、もうかちゃんと言えるかな。ありがとう。近い方ね、ぜひぜひ。ピシッと、そうだよ、ビシッとしないといけない。10時間分の子さん、そうです。あと、もし多分わかんないんだけどさ、警察のやつ着れるのかな、のお洋服着れないのかな、そこはちょっと確認しときます。制服着れるのかな、パシャパシャ、どうなんだろうね、できるのかな。
STU の制服かな。せっかくならさ、そう着たいよね、本物。また確認というか聞いてみますね。撮影禁止なんだ。そっかそっか、 NG らしい。パセが東京の高校を訪問した時警察のイベントで着てたし。ああ、じゃあ着れるんかな。聞いてみよう。聞こう聞こう。へれ。またいつかの警察の一日署長さんもすごいやってみたいなって思ってて。また頑張ります。それができるように呼んでいただけるように。いつかよさこいのイベントにも参加できたら嬉しいしね。ちゃんには捕まえたい。おうかな。逮捕されちゃう、ももに逮捕。その日までは捕まらんで。重いアイス。私なんか最近重いんだよね、結構。前から浮気だったよ。逮捕。逮捕。この前沈めてもいいんですか。そう、だってもうモーがさ、みんなのこと逮捕したらもうそこから動けないじゃん。怖い、モーカちゃんってなんて怖い子なんだ。私もとっても怖い、怖すぎる。みんなファンのみんなのこう手錠で繋いだら一生ここにいるねって。怖い怖い。もともと怖くそれもともと、もともとね、なんか、うん、もともと重いんですよ。そうなんです。つなぐのコツ。換気。大丈夫、もっと居心地いいものだから。そんな、めっちゃ気ポリスクのコスプレ可愛かった。よかった。おもちゃグッズ。そうなの。
終わりはないよ。何したら捕まる？私のこと好きでいてくれたら捕まる。笛で飛ぶ、ピピピ、底なしだよ。食事あったらいい。こう、まだモーカが、モーカがもっともうみんなが沼っちゃうみたいな、ももちゃんしか、ももちゃんしかもう無理だわっていうぐらいになってもらえるような人に私自身もならないといけません。もう代わりはいないみたいなぐらいの存在に私も。頑張ります。依存症。依存症。無事ですか。ありがとう。唯一無二。そうかな、頑張るよ。ここまで沼れてなかった。あら、いいことだ。あ、イベントの話？ファンミーティングの？あ、もうちょこっとしか聞けてないけど、なんか歌ったりベートーベンさんと話したりっていうのは聞いたよ。疲れたので寝ます。寝ます。体勢が変えます。よいしょ。寝ます。もうこれ完全に寝とるわ。寝すぎてる。これはもうちょっといっか。これでもうこれ今手落としたら顔に携帯がボーンって当たってめっちゃ痛いやつ発動してしまう。よくやるよね、これ。わお、縦になったよ。そう。横確定にしよう、ちょっと待って。縦になった、間違え。よし、変なことになった。新鮮だよね。私あんまこれやらんよね。
この画角でやらんよね配信。寝っ転がりももちゃん、海で魚さばすごいな、めっちゃなんか真面目なももが見れるんだろうな、それ集中もおかしい。そう、ソイナングルって何、ソイナングルってどういうことどうやってやるん。ファン増えそう、好きになってくれる。ファンクラブ何人ぐらい、ファンクラブ待ってる。なんとファンクラブ9月から始まるやん。前髪伸びちゃった、切りたい。もう長くなった。千人はもう難しい目標だね、いつかの。ね、転がった時の髪って難しいよね、長いと。こんばんは。生活がそのまま起こって。お風呂入ってないよ。今から入るんだ。私。何人くらい入ってくれたのか。わかるんかな。そう。いつも仰向けでね、こうやって寝てるのよ。今日一人。このアングル初めてだよね。痛い。よいしょ。そろそろ読みますかね。枕もう一個持ってきた。高いやつもちょっと。デリボーさんハートありがとう。高野さん花火ありがとう。メガワチちゃんかわいいありがとう。ニャン吉さん花火ありがとう。ハネモさん花火ありがとう。ドラガンさんめっちゃかわいいありがとう。エイトさん花火ありがとう。DD さん花火ありがとう。ノープロブレムさん花火ありがとう。金友さん花火ありがとう。
モーモンさん花火ありがとう、タツさん花火ありがとう、ザッキーさん花火ありがとう、ノブさん花火ありがとう、ネコチタ監督さん花火ありがとう、ジョリボーさん花火ありがとう、ユウさんトートイありがとう、タちゃん花火ありがとう、マピアノのピーさんありがとう、ユシトさん花火ありがとう、ユウさんお疲れありがとう、ダイちゃん花火ありがとう、タさん花火ありがとう、マッコイさん花火ありがとう、おさむさん花火ありがとう、恋してカープさん花火ありがとう、タカさん花火ありがとう、コチコチさん花火ありがとう、ゼロさん花火ありがとう、四国スタジオもしくも、おー待ってる、ありがとう、読むねー、9歳のジュリボーさんありがとう、12のキスティーさんありがとう、近々近くでライバルのレシアナミチって最高だ、ありがとう、見えたよ、見つけたもんか、ありがとう、かた10歳のモンカが世界一可愛くて言葉に表せないほど大大大ですありがとう、ずっといてね、12の高木さんありがとう、11のゼタさんありがとう、10位のジュリボーさんありがとう、9位のマッピアノピーさんありがとう、いつかコーチ行きたいな、もし行けそうだったら待ってるよ、12の高木さん今日も癒しの時間ありがとう、こちらこそありがとう、8位の安岩さんありがとう、7位のコウジさんありがとう、ジャムお疲れ様、もーちゃんよく見えた可愛かった、ありがとう、見に来てくれて感謝、6位のドラガンさんありがとう、サイドポニーももーちゃん可愛かったよ、ありがとう、またそれね、5位のお疲れさんありがとう、4位の福ちゃんありがとう、ジャム楽しかったよ、よかったありがとう、3位のモモマスさんありがとう、2位のターさんありがとう、お疲れですね、こっち見てカメラってこと1位のエイトさんありがとう、センキュー、ありがとう、私も楽しかったです、こちらこそありがとう、おやすみ、おやすみなさい。